どうもワッキーです。はい、今日は河原町に出ます。今日もいつも通りどこに行くかわからないパターンです。それではブラブラと河原町から木屋町歩いてどっかでいっぱい引っ掛けてみたいと思います。それじゃあ行ってきます。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、あれつぼ、よし、ここ行こう。立ち飲みスイーパー流れていきます。立ち飲みスイーパー行ってみよう。安いっていうか、まあ、そこまで高くはない。なんか飾り窓、大きな窓だ。ハブルさん、サーモンの作りを炙ってあるから美味しい、香ばしい。牛すじだよ。よく旬で柔らかいすじ、マシすじです。僕は思ってたんです。でも美味しいです。甘辛い味付けで美味しいです。美味しいです。もつ煮込みです。もつ煮込み。優しい味付けやな。塩味の優しい味付けのもつ煮込み。あ、お姉さん、チューハイトマト、薄巻き物唐揚げです。めっちゃうまそう。すごいも、いきます。カリカリ、ほんでリコピンたっぷりのトマトチューハイ。これ絶対もう今日は酔わへんと思う。リコピン、うん、うまい。甘くて飲みやすいわ。まあまあ何杯でも飲める感じ。おいしいです。ごちそうさまでした。スイーバさん初めて行きました。話には聞いてたんやけど、たまたま歩いてたらスイーバっていう看板が見えて、入ってみたらすごいおいしくて、メニューも豊富で安いんですよ。1人1300円、1300ベロ。はい、おいしかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いつだよキープロレスリング見てくれてあ